ソンで4時起きだったから眠い。マラソンはされてるんですね。そうなんだ、すごいね。走ね、健康的な方も多い。変換かにゃんこー、違うにゃんこー。DM 最善でもありがとうございます。あやかねさんの生誕祭盛り上げてくださったね、皆さん本当にありがとうございます。嬉しいです。3連休ですか？3連休だっけ。今日は久々のね、しかもあの休日公演でした。はーい、あやか姉さんね、コールもすごくて、私もすごく幸せな気持ちになれました。ありがとうございます。それではこの後アーカイブで、あ、ぜひお願いします。今日のなぜなでもありがとうにゃんこ、めっちゃリスくれて嬉しすぎたねえ。前回の私の生誕から今回もありがとうございます。しかも私のうちわまでちゃんとあって、ありがとうございます。嬉しかったにゃんこ。今日も連番で、今日はむくれネギがお世話になりましたわら。あー、ネギ持ってらっしゃいましたね。長ネギ私すごく好きでめっちゃ食べます。長ネギ私ね、ニャンニャン、ありがとうございます。髪は乾いたのかな。あ、乾きました。前髪を負けずおぼちゃまに助けてもらってます。こんばんは。違ったかにゃんこ。そう、今日はちょっと訳ありでございまして。あの全然あの玄関ではないんですけど、はい、デイブさんから見てました、ありがとうございます。配信からも、もう横山そこになってきた、これは会わなきゃですね。会いたいにゃんこです。今は、はい、あの私との予定を立てていただける東海握手会、ツーショット会の販売中なので待ってるにゃんこ。待ってるにゃんこです。やっぽー、こんばんは。サンジャネ出演おめでとうにゃん、メール送りにゃん。あ、ね、次24日ですかね、次の土曜日、次の土曜日、今週ですかね、あやめろさんとラブリンと私の3人で出させていただきますが、リリースが近いので新曲のそれにちなんだ感じなんですかね。メッセージもありがとうございます。嬉しいやんこです。ちかちゃんとの TikTok 可愛かったちゃむ。あー、ありがとうございます。今日本当に全然時間がなくて、撮る時間も全然なくて、あの撮れるかなって感じだったんですけど、ダッシュで用意終わらせて、ダッシュで撮った TikTok です。はい、見てくださってありがとうございます。早速楽しくて、ぜひね見てください。公演前に撮った TikTok さんなんですけど、ちかさんはチームSアカウント多分初なのかなって言ってた気がします。だからまたねお誘いして一緒に撮ろうと思っております。の声です、ありがとうございました。うちは静かにゃんのね、うちはでしたね。嬉しかったにゃんこです。ありがとうにゃん、私も嬉しかったです。助かれたってうふうでした。おー、私はすき焼き弁当でした。すき焼き弁当でうふうでした。私はよくにゃんにたくさん会えそうだから、よくにゃんウィークだね。あ、嬉しい、よくにゃんウィークですね。やったー、一緒に楽しもうね。嬉しいでございます。本当に私がいろんなイベントで会えそうだね。ねえ、リリース前にいろいろそう決まったんです。はい、嬉しいでございます。あ、URL とかね、詳細の公式の SK48 の X さんで
ちゃんと貼り直してくださってたので、皆さん見ていただけたかな。はい、同会の参加券ちょっと苦戦しましたが受け取れました。あ、難しかったんですね。ありがとうございます。嬉しい。もう少しだ。楽しみましょうね。もう少しですね。緊張してます。ハートレス送ったらたくさんのハートレス返ってきて嬉しかった。また早く会いたいにゃん。会いたいにゃんこ。ハートレスありがとうございました。本当いっぱい見えて嬉しかったにゃんこです。全部 DSJ 行けなくて残念だったね。負けちゃったからね。そうなんです。めっちゃみんな優しくて、ちゃんとお土産を一人一個買ってきてくれるっていう、なんかもうそれだけで行った気分になれました。でも行きたいですね本当は。しかも2月24日劇場でお渡し会なんですね。あ、みたいですね。お渡し会もさせていただけるみたいで、まあ、さ21も見に行くね。あー、公開ラジオありがとうございます。公開ラジオの公開生放送でしたっけね。頑張れこう。USJ は行ったことありますよ。これも小籠包食べてきたよ。わー、さすがでございます。上海担保召喚さんの小籠包、私も食べてみたいんですよね。いいなぁ。美味しかったですか。世界会えるチャンスは増えたのに、行けるとしたら3月3日ですにゃんこ。あ、でもリリーベじゃないですか。嬉しいにゃんこ。ありがとうございます。28日あたら流行パルコ店に行くね。あ、ありがとうにゃんこ。初ライブ嬉しいにゃんこ。ありがとうございます。いつもねお世話になって本当にありがたいですね。このシングルも20日のですね、ミカのミキが楽しみにしてますが、ビンゴ抽選の相性が悪いです。あー、そうなんですね。ね、でもいろいろ多分ね、新選抜メンバーなので、そのやっぱ新曲の話とかが多いのかなって感じなんですけど、多分いっぱいちょっと裏話とか話せるかな。話しますね。楽しみましょう。あ、ミカの味方でお会いできる方多いかな。夜勤頑張りますし、通りのお約束になってるね。うーん、今夜もファイト一発。応援してます。お疲れ様でした。劇場のよくやん、可愛かった。嬉しい。また待ってるにゃんこ。USJ のお土産は、あ、なんかでも動画を撮ったんですよね。だから何用だったの。だからまだ言えないかもしれません。こんばんは。ワン24日のグループトークは久しぶりだから緊張しそう。12期ちゃんの名刺もらえるのかな。汗もらえちゃいますね。はい。やっぱにゃん見ててね。トヨさんのラジオ、じゃあぜひサンジャナイアも待ってるにゃん。あ、サウナね行かれてた。私は行ったことないから行ってみたいなって思ってるんですけど、はい、あ、壁に寄っかかってます。そう、今日そう TikTok さんを撮ろうと思って、劇場でね、公演前にで撮るのにやっぱ三脚とかいるじゃないですか。 TikTok さん用のあるんですかね。あれ持ってなくて
それとショールーム配信の時に使ってる三脚を持って行ったら劇場に忘れてしまいまして、持って帰ってくるのを、だから今日手持ちなんです、すいません。はい、にゃんこ言いすぎやんこついつい言いたくなっちゃいますね。久々ビンゴもしてみたいにゃんこ。ビンゴはあれですよね、ビンゴで決まるってことですもんね、その席が。えってことですか。それはドキドキですね。スマホのビンゴゲームしたことないにゃんこ。私ひとありがとうにゃん。最近なかなか劇場に行けなかったけど、動きましたね、たくさん届いてたよ、ありがとう。あ、ね、目合いましたね、嬉しかったにゃんこ会えて。はい、また会いたいです、会いたいにゃんこ。今日も楽しい声をありがとう、うん、ありがとうございました。楽しかったですね、今日も。最後の行かなければ、ふたかまりちゃんとくまちゃんなんだね、楽しそう。ね、グループ同会とかそのお渡し会とかもあるからね、会える、お会いできる、パフォーマンスとかだけじゃなくてね、お話とかもさせていただけそうだから、嬉しいにゃんこでございます。はい、今日朝からこんなに積もった雪かきしてました。お疲れ様です、頑張りました。しまった。え、なんでです、何がですか、大丈夫、大丈夫にゃんこですか。みずやくにゃん見てるよ、急ぎしないでね。あつかにビンゴ抽選するにゃんこ。ビンゴさんじゃない、みかんの剥き方はビンゴなんですね。最近 TikTok さんたくさんあげてくれて嬉しいです。はい、頑張っておりますうまく撮れないんですけど、頑張って撮ってみております。はい、またあげれるように頑張りにゃこぜひ見てください、今日アップさせていただいたのも、いいねもしてくださーいゲームで去年よくやのセンターさんを見た。ありがとうございます。懐かしい原稿。今年のもね、まだ、まだまだアーカイブが残していただけますので、見て原稿ね。今日 TikTok さんは、なんかそう、あんまり振りがない、なんか、自由なのが多かったので、そうそう簡単にできるのを選びました。次のスクールはマリンセンターかな、ね、そうですよね、決めてもらったんだから体調気をつけて楽しんでね、距離があったりしかも、おわ本当ですか、またお会いできます、やった楽しみです、フォローもありがとうございます。みかんで会えるのも嬉しいけど、やっぱり歌って踊るよ、ここには早く劇場で見たいよ、待ってます。そして私鉄の胸に出れるように頑張ります。こんばんは、ですね、そうですね、私がでも覚えてる矢上さんのポジションはすごいできるメンバーが多いみたいで、小野さんの、そう中ちゃんに今日聞いたんですよ、小野さんのポジションが少ないみたいだから、覚えようかな、ゆずぽがよくやってくれてるところなんですけど、だと呼んでもらいやすい特別公演とかビンゴの時があるにゃんこ、特別公演とかビンゴの時があるにゃんこ、ああそうなんですね、結局なんか待ってくれないからもう寝るね、おやすみにゃんと、え、嘘嘘知ったにゃんこねごめんにゃんこ、
そう、コメント今だけ絵でした、ごめんなさい。そんなこと、あのね、本当にってやってるけど、また来てほしいです、本当に。かまはい、ごめんなさいまた来てにゃんこ、コメントも待ってるにゃんこTikTok さんは必ず再投稿もさせていただいてますよ。リツイートみたいなんですか、再投稿って言うんですね全然詳しくなくてごめんなさい。え、広めてくださってるってことかな、嬉しい、ありがとうございます。1644日連続もありがとうございます。そう、今日も11期生がね、いっぱい4人も出てくれて感謝です。なんか一番好きな SK の曲、難しいですね。一番って難しいですね。一番ですもんね一番か、思い入れのある曲はやっぱね大事、特にやっぱ大事だなって思いますけど、でも今回の愛のホログラムも結構かなり好きです曲中もなんか好きだし、歌詞はねすごい本当に重い、もう重たいというかかなり重めな失恋ソングですけど、結構好きですね。はい、配給の映画、みんな言ってました、配給の映画面白そうですね。私も見たいな。年度末なので劇場行けないけど、4月から頑張って劇場も行きますね。そうですよね。年度末は皆さん忙しいですもんね。応援してます。私も頑張るにゃんこ。4月待ってるにゃんこ。間引かれるってどういうことですか、まあ、どういうことですかどういうことにゃんこ。ありがとうございます。グループと緊張します。どうしよう、横に頭押し感出しちゃいそうで汗出してくださいね、期待してます横にゃんしかみたいな、横にゃんしかみたいな書いてあるね鉢巻きとか、あれですか、ショールームさんのコメントの話ですか、皆さんのアリコ様楽しみですよ、ありがとうございます。もう少しでね終わりそうですけど、ちょっとまたね久々になっちゃったので思い出しつつ、よかったら思ってみてください。でかいイベント行けそうにないので羨ましい、情報だけ収集してます。またお会いできるの時をね楽しみに待っておりますので、はい、ではまたSNS で発信もするので、待っててにゃんこ。私は先ほど絶対インスピレーションが好き、ああ私も結構好きです、いいですよね、私も結構好きです。ダンス難しいけど衣装もね可愛いしね、
踊ってるとかなりきついんですけど、歌って踊ってると。曲は僕はめちゃ好きで、ダンスもかっこいいし、いいですよね。今回生放送でおーちゃんとみれいちゃんとの絡みが楽しみ。緊張するにゃんこ楽しみます。雨らしい、明日雨なんですね。今日もね、ちょっと雨模様でしたね。大丈夫でしたか、あの傘ね、明日も忘れないようにしてください。反映されてないのもあるんですね。え、全部こう見れてるのかと思ってました。横にゃんしかね、いや横にゃんしか、そのしかしか、そうなんですね。そうなんだ、全部見れてると思ってました。ココフラム、そうココフラムも結構めちゃめちゃ早いんですよ、動きが。必死です。あ、また次の出張もあるんです。おー、大変ですね。あ、気をつけて帰ってきてね。私も可愛い、ありがとうにゃんこ。とりあえず難しいなって感じた。あ、そっか、こうミックスコールしていただくのも大変なんです。なんで大変なのかな。めっちゃお得な買い物、いいですね、いいですね。そうなんです。衣装はね、可愛い系だけど。こんばんは。そう、生徒さんの時にあのラブリノベーションの感想でね、ミックスですか、ミックスですよね。あんな、そう、初めてね入れていただいて、あれも考えてくださってたのですかね。でもすごいね、皆さんが考えてくださったのかなと思って、すぐに聞いた時新鮮で、おおーってなったんですけどはい、嬉しかったです。はい、今日はあれでしたね、友達で好きって書いたのラブレターですかね、皆さん広げてくださって、あの落ちサビから、はい、すごいエンターテイナーですねすごかったです。アイカネさんとの食事、え、まだなんですよ。え、でも本当に行きたい、行きたいんです。で、そのメンバーともね、なんとかさ、行きたい約束がいっぱいやりたいこともいっぱいあるし、本当にこの、そう、この前ではないですけど、まあね、そう行かせていただいた時に、ご飯も送ってくださったし、そのテレビと入場券ですか、もう全部全部払ってくださって、そうだからね、次は私がって私がって、好きは僕らから見て好きだよね。あ、そうです、皆さんから見て好きって見えるように書いてます、友達の時。そう、ちかさんのお家にも行きたいしそうなんですよ。ヨガンと喋ってるために5年ぶりに携帯を変えました。え、すごい、5年ってすごいですね。そんなに
物持ちがすごいいいんですね。じゃあめっちゃ高画質でなのかな。嬉しい。ポーズも考えときますね。楽しみにゃんこです。あやか姉さんはチーズ好きですよね。なんかでもなんか好き嫌いなさそうなイメージなんですけど、チーズ好き、チーズフォンデュとかいいですね。手持ち横にゃんビームですか。あ、でも手持ち配信の時もあるので片手になっちゃうんですけど、はい、知らないうちに払われないように。そうなんですよ、もう絶対そこだ、そこはもうね私がってはい、逆にあの私がさっと払っちゃえたらいいですよね。ライクとラブは違いますよね。ラブの方があれ愛情がマシマシみたいな。ぷにゃん、みなさんに恋してるにゃんこにゃんこ、下にゃんこ、はい、ギリギリ、あ、嬉しい。じゃあ発動は受け止めてください。ね、そうですよね、あれとあれと、じゃあナギスで逆にゃーピーン、あーからのナギキスからのリス顔変顔になりそうな予感です。変顔だ変顔、本当に変顔ですね。リス顔難しい、可愛くできない。え、で歯が出てますもんね。うん、ん不細工でした。あやか姉さん可愛いです。はい、あ、ストレッチしますね。明日は朝早いので明日もお仕事も頑張ります。水色にすごいことなりそうありがとうございました皆さん、明日もお待ちしてますね。1641日連続もありがとうございます。ぜひアーカイブも見ていただきたいですし、あとはあの東海握手会、図書館の販売も行ってるので、ぜひ待ってるにゃこー。ゆっくり休んでね。明日の雨も気をつけてください。ゆっくり休んでね。またね、夢でも会おうね。シャチハコ、おやすみなさい。